ツイッターで情報をいただきました。今日のトラ八でなんと作家先生の口から青議員の名前が出た。後半のゲスト N 岡氏による各政党の拉致問題取り組み状況の解説時、拉致議連の役員名簿に青議員の名がないことをきっかけに、早速作家が A 山さんの名がないですね、それに対し N 岡氏、いえ役員になってないだけで会員でしょうと締めていましたとのことでした。いつもありがとうございます。早速確認していましたが、確かに名前が出ていました。2022年6月7日火曜日の虎ノ門ニュースより、この夏の参院選の公認候補として立候補される方ということですね。そうですね、山谷有子先生は拉致大臣やってて、自民党の本部長をやってて、そして参議院の拉致委員会の委員長をやってて、そして拉致議連の会長代行なんです。もう完全に我々と一緒にですね、一緒に戦ってくれた先生ですね。まあここにいる先生たちはみんなそうですけどね。はい、2016年に当選された方が、今回任期満了で出馬という2019年当選の方が、あと任期が3年になるわけですけども、拉致議連の時に参院の方々の取り組まれ方というのは、西岡さんからご覧になれていかがですか？今申し上げたように、山谷先生は今度改選ですけれども、本当に大臣をやり委員長をやり、それはだから通る中でね、この人は本当に専門家だということで選ばれてやってるわけですけれども、その前に拉致議連としてずっと一緒に戦ってきてくださって、まあ山谷先生がバッチつけている理由は拉致問題解決するためなんだと言ってますから、ああその一点に集中するために、本当にそれは訪米などもずっと一緒に行ってくださってますし、そしてあんまり目立とうとしないんですよね。家族のサポートにいつも回ってくださって、先江さんとこが疲れているとですね、自分の車を私の車使いなさいと言って川崎まで乗せて行ってくださったりとか、でもそういうことは外で一切言わないと。偉いね、そういう先生ですね。続いて、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の参議院のメンバーの方々をね、見てまいります。どうぞ。ここでまた山谷先生ね。それと理事が自民党の清水さん、立憲の森友子さん、先ほど、これは参議院ですね。そうですね、今回また選挙の人もいる。ええ、そうですね。これ不思議なんが、ここには令和の方とか共産党の方いらっしゃいますね。これ不思議なんが、有田さんが入ってますね。有田芳生さん、立憲の、まあこれはだから党が選んだということですよね。令和とかは議席数が少ないので委員会で配分されないですよね。ああなるほど。ちなみにこの有田芳生さんというのは、これはなんか頑張ってます？いや、後で出てきますんで、後で。はい、青山さんはいないですね。青山茂春。青山茂春さん、ああそうでしたね。まあそうですね、拉致議連の役員にはなってらっしゃらないですよね。拉致議連には入ってない？議員には、会員には入ってると思いますけど、先ほど言ったように役員に入ってらっしゃらないです。そういうことですね。はい、とのことでした。百田先生ディスロートした、西岡先生フォローしたというシーンに見えました。参議院のホームページで名簿を確認すると、このようなメンバーのようです。百田先生のおっしゃる通り、自民以外のメンバーも多数おり、不思議なメンバーです。衆議院のホームページを見てみると、理事より下の方は委員と記載があります。杉田水脈議員なども載っていますが、保守系議員の名前が少ない感じがします。西岡先生は党が選んだとおっしゃっていますし、青山議員が属するのは会員という単語を使っておられました。党が選んだ名簿に載っている役員の他に会員があるのかもしれませんね。西岡先生がいなかったら、おらへんおらへんと祭りになっていた可能性がありましたね。そういえば、日本国の戸籍名簿に健康くんの名前はないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。